モベのことを私たちは僕と呼ぶ場合がございますね。その僕のことを下男と、下男と言いましたり、下僕と呼んだり、下僕ということがよく言われてますね。で、昔は男のことを下男、人に仕えることを下男と言ってたわけでございます。で、それを下僕とか下べとか、ということを言われていたのでございますね。これは字のごとく、神は偉大な僕という意味なんですね。で、その偉大な僕というのは、偉大な我という大我という意味でございますね。で、そのことをただ字は書きますけれども、神は偉大な、下べの方であられると。下べの方ということを言いますけれども、僕という意味でございますね。で、男のことを僕と言いまして、女性は普通は私という。僕と私という意味は少々違うのでございます。で、僕というのは能動的だということでございますね。働き者ということでございます。能動原理という意味でございます。私というのは、すなわち、私腹を肥やすとか、所有欲という受動的を意味するわけでございますね。で、だから女性のことを陰と呼んだんでございますね。男性のことを僕と呼ぶように、私。女性が僕という人はいません。女性は私と言います。で、私というのは所有でございますから、私腹を肥やすという、所有欲という意味が一つの意味合いがございます。それは受動的だということになるわけでございますね。で、私たちの神が僕でございます。男性でございます。男性原理でございますので、すべて僕でございますね。で、その働き手、神は偉大な働き手であられると、すべての僕でございます。だから、神は偉大な、しもべということを言われたのでございますけれども、私たちは字は書くけれども、その聖書に書いている意味がまだ理解されてないのでございますね。皆さんは偉大な僕だと思うんですよ。大霊そのもの、大生命そのもの、無限なエネルギーでございますから、それを神は偉大な僕と書くわけです。で、これを大我と呼びますね、皆さん。大きい我と書きます。だから神は大我と言われているんだからあるんですね。大きい我という実在において私たちは大きいのでございます。しかし私たちは外側を見て小さな我というものを我だと思っているわけでございます。これを小我と呼びますね。で、内側の生命我の我を大我と呼ぶわけでございます。内側を見れば大きいもの、外側を見れば小さなものということになっているわけです。しかし、大きい我と小さい我とは一体でございまして、一つでございまして、小さい我もあって大きい我もあるものじゃございません。大きいものと小さいものとは一体でございます。一つでございます。だから、人と神とは一体という意味になるのでございますね。作られたものと作り主とは一体と。だから、イエス様は天の父と私とは一体であると言ったのでございます。皆さんもそうでございます。天の父とは何かと言いますと、すべての力、全能という、すべての力という意味で、すべてのエネルギーという意味でございますから、その全能が存在して、我々の力、我々の力となっているのは全能でございますよね。その区切られた力、区切られたエネルギー、区切られた生命、区切られた霊というのは存在いたしません。その本源本質はみんな一体でございます。これを大いなる一体と。大いなる我というのが大我でございますね。だから真実においては小さなものというのは存在しないのでございます。大きなものが存在しているだけでございまして、小さな我というのは存在しないのでございます。小さな我と大きい我とはどうですか？一つですか？二つですか？大我と小我と別々に存在しているのじゃないのでございます。小さなものは大きなものにとどまり、大きなものは小さなものにとどまっています。私たち小さな我というものは大きなものから離れては存在できないのでございます。だから、イエス様は私につながらないでは、神につながらないでは不毛であると言われたのでございます。大きいものに、小さなものが大きなものにつながらないでは存在ができないという意味でございますね。それをよく理解していただければ、内を見れば大我、外を見れば小我、この木の葉もそうです。外側を見れば小さな木の葉でございます。内側を見れば全体でございます。生命は全体につながっているのでございますね。これを全我とも言うわけですね。すべては我という。生命から見れば、すべては我でございます。ね、内側を見れば、